さあ、心霊闇動画71、たった今見たので、早速お話ししていこうと思うんですが、もう今日はですね、まあ、2つの感想、簡単にまずいきなり、いっちゃん最初に言っていこうと思います。まず1つ目は、いつも通りのクオリティという <laughs> 感じですね。まあ、低クオリティみたいな感じの、安心と信頼のって感じですね。で、2つ目は、えー、呪われた心霊動画トリプレックスっていうシリーズがあるんですけれども、そのシリーズが好きな人は、 ちょっと今回見てみてはいかがかなというふうに思いますね。それはなぜかっていうのはもう後で、まあ、こう、講述しておこうと思います。じゃあ早速、えっ、ー、と、今回の心霊像、えーとね、7本かな ?1、2、3、4、5、6、6本か。6本あるんで、一つ一つ、まあ感想とともに紹介していこうと思います。あの、ちなみになんですが、今日の体調がですね、僕の体調が、えー、扁桃腺が腫れて、喉のみならず、食道、そして肺のところ部分までめちゃくちゃ痛いっていうね、 だから食事もまなまならないっていうね、口も回らないっていう状況なんですが、さらに口内炎で左の方が痛いっていう、だから喋るたびに、えー、激痛を伴うっていうね、こう最悪のコンディションの中、もしかしたらこれはですね、まあ、幽霊の仕業、うん、呪いの仕業の可能性あるんで、まあ、気をつけてもらえたらなと思います。まあ一応補足しておくと、えー、この症状は、えー、心霊闇動画見る前になったので、えー、全然関係ないというところで、じゃあ早速、 1>, 1本目紹介していきましょう1本目は岩盤浴という映像ですねまあどういった内容かっていうとタイトル通り幽霊と一緒に岩盤浴楽しんでみたみたいなそういった映像なんですよねでこれ,さこれ一番最初にちょっと言わなきゃいけないんですが心霊闇動画のクオリティどういうクオリティかっていうと幽霊が基本微動だにしないんですよねだからめちゃくちゃ嫌なすごく嫌らしい言い方をすると切って貼り付けたみたいな なんか、取って、取ってつけたみたいな、そういう感じの主張の仕方をしてくるんですよ、幽霊たちが。で、今回の、ただ、この面白いのが、岩盤浴面白いのが、幽霊のフォルムが、なんか、おカメ納豆みたいな。で、しかもなんか、黄昏れてるんですよ。虚空を見つめながら、なんか、えー、みたいな、<laughs> びっくりした顔をしている幽霊を目撃してるっていう。多分暑かったんでしょうね、思った以上に。思った以上に、岩盤浴あったけと思って、えと、ー、思ったんだろうね。 その一部始終っていうのをご覧にな,れなられることができます。今回の映像によって。なので、これは、まあ、軽い一本目のジャブとしては、なかなかいい映像なんじゃないでしょうか。さあ、もうどんどんいきますよ。二本目の映像、宿泊した一軒家。これがまたね、相当苦しい映像でね。まあ、その心霊映像よりも、まず投稿者がですね、その映像について説明してくださるんですよ。どういった内容かっていうのを。 で、その注釈として、まず投稿者が、ちょっと話長くなるけど、ちょっといいですかみたいな、そういうふうに言ってくれるんですけれども、どんぐらい長いかって言ったら、えー、約10分、約10分、めちゃくちゃ事細かに教えてくれて、これあれですかね、あの、この心霊闇動画、今回51分ですからね、全編、収録時間、51分、その5分の1、<laughs> 説明で奪われてるからね、これなかなか大変ですよ。投稿者、松木さん。 松木さんの説明10分間チャレンジ。これ飛ばさずに見れた人は聖徳太子。これマジ聖徳太子だから。で、しかも、その説明が頭に入ってこないんですよ。あの、思い出した順で説明するから。あの、なんか、この池の中の,この内装がすごい怖くて、で、あの、で、それであの遊びから帰ってきて、それで彼はあのシャワー浴びて、で、あで、その間、私あの疲れたんでソファにあの寝滑ってて、みたいな。 なんか思い出した順っていう。でしかも事細かに誰が何をやったかみたいなのを言ってくれるから話が前に進まねえ。マジで話が前に進まねえんだこれ。なのでそのじゃあいよいよ映像を見ようってなった時にだからそれではご覧いただこうっなった時にはもうこちらサイド相当体力疲弊してるんですよね。 松木さんの10分間の猛攻にやられて、もうボッコボコにされて顔面パンパンに腫れ上がった状態で映像に臨むんですけれども、で内容自体はすごく結構秀,、まあ、秀逸というか、あの王道展開なんですよね。気象転結がはっきりしてるというか、そのために貯めて、で最後に非常にこうなん幽霊らしい、ザ・幽霊的な真っ白い体の一部がこうパッて出てくるんで,で、面白いっちゃ面白いんですが、もうそれどころじゃないというかね。だからそのために貯めた割に、 これかみたいな風になっちゃってるっていうかね。その説明10分も、10分もあるからね。だからもう例えるなら、ワンちゃんがこう、待てって、お座りっていう風にこうに10分待たされて、で、その待たされたご褒美が、骨っこみたいな。えー、あ、これみたいな。こんなもんかいみたいな。そういうレベルだから惜しいですよね。前置きさえもうちょっとちゃんと端しってくれれば、簡潔にちょっと説明してくださいっていう風にちょっと言ってもらいたかったレベルの状況。これもったいないですね。 では続いて3本目の映像、スパーリゾート。今回なんか、岩盤浴に宿泊にスパーって、楽しそうなタイトルばっかりですね。で、どういった内容の映像かっていうと、なんかあの、資産分けのチャップリンみたいなやつが突然ひょっこり出てくるっていう内容なんですが、これ結構、この今回の6本の映像の中では、割とインパクトのある、あの、なんつうの、見た目をしている幽霊なので、結構おすすめかなと思うところもあるんですが、あんまりこう、手放しで評価できないなって思うのが、その登場の仕方。 ひょっこりの仕方が、なんていうのモグラ叩きのあのモグラそれに近いひょっこりの仕方なんですよね。なんかこう、ふわーってこう、幽霊らしく、貫禄ある感じで出てくるんじゃなくて、ひょんっていう風に出てくるんですよね。<laughs> その感じ、その速度の感じが、割と滑稽に見えて、だから怖いっていうよりかは、ちょっとプッて笑っちゃう人も出てきてもおかしくないのかなと。いうと、ちょっとこれが残念かなと。続いて4本目の映像、血和喧嘩。これね、なかなか木を照らった。 内容でただね、惜しいです。めちゃくちゃ惜しい。これ、呪いのビデオあたりがね、作り直してくんで、ね、リメイク希望という感じなんですが、まあ、どういった内容かっていうと、チワ喧嘩をしているカップルがいますと。で、それを投稿者が撮影して、まあ、ああでもない、こうでもないみたいな、結構結構楽しんでるわけなんですよね。で、ところが、そのチワ喧嘩しているカップルが、実は、幽霊でしたと。で、なんかあの、最終的にはこの投稿者たちの車に、まあ、乗ってくるみたいなね。だから、 見て、こっちが見て楽しんでいるようで、実は幽霊側がお前らを、えー、なんか、おちょくって、まあ、おちょくるというかね、見ていたんだぞ、こっちは、みたいな。そういった、こう、怖さみたいなのがあるんですが、ただね、本当に惜しいのが、このチワ喧嘩をしているカップルの、まあ、挙動、所作っていうのがあまりにも三文芝居すぎるというか、だからね、これある意味見てほしい。見てもらいたい、このチワ喧嘩をしている幽霊たちのこの所作挙動、立ち振る舞い。 たたずまいみたいな、いろいろとにかく見てもらいたいですね。さあ、続いては5本目、スイカを食べる。これはどういった内容かっていうと、幽霊がスイカにめっちゃ興味津々になっているところを捉えた決定的瞬間みたいな、そういったちょっと変わった、一風変わった映像ですね。あの、結構、幽霊の表情がガンギまってて、見てる人は、多分見た人はびっくりすると思います。え、怖っていうふうに。割とこう、こサダコライクな、 流し目っていう感じなんですけれども、ただその流し目の先に何があるかって言ったら、スイカなんですよね。さらにいくつか置いてあるこのスイカの方をもうゴリッゴリ見てるっていう。だから、表情だけ見るとめっちゃ怖いんだけど、そのメスの先に何があるかっていうのを見ていくと、ちょっとその恐怖がだいぶ和らぐというか、まあコミカルというかね、コミカルな映像みたいな。まあ、ここら辺のクオリティが雑誌で闇動画感があっていいのかなとは思うんですが、まあ個人的には、まあちょっともったいないかなというところもありますね。 で最後、オーディションの練習、6本目の映像なんですが、あの投稿者の方が、トリプル X の、確か13かなに登場している人と、全く同じ人なんですよね。で、トリプル X の方では、だいぶややこしいキャラクターをやっていたんですが、こっちの方でも、だいぶ一癖あるキャラクターをやっていますね。<laughs> 何か含みがあるぞ、みたいな。そういった感じのキャラクターなんですが、ただ、結構こういうことありますよね。この別作品に出てる人が、こっちでも出てる、みたいな。 そういった部分でちょっと気になるのがそのトリプレックスみたいに割とこうフィクションであることを隠そうとしていない作品に対して割と闇動画心霊闇動画ってそこら辺曖昧というかノンフィクションよりの作品だと俺は認識してるんですねだ世界観が違うのにそのどっちにも出るのってこれどうなんだろうっていうここら辺バレるの心霊闇動画的に。 <laughs> よくないんじゃないかなとかって思ったりもするんですが、ただ、楽しみ方としては、個人的にはね、仮面ライダーが特捜戦隊の,あの方にこう登場したりとかってあるじゃないですか、たまにゲスト出演みたいな感じで。ディケイドがあれなんだっけな、なんだかレンジャーの方に出て出たりとかもしたと思うんですけども、そんな感じの楽しみ方でき,できたら、パラレルワールド感みたいなの。っていう風なところもあったりもしつつ、 この投稿映像がね、なかなかクレイジーな出来で、俺一番最初に、心霊闇動画の幽霊は全く微動だにしませんよと、動くことをやめてる、みたいな、そういった感じのことを言ったんですが、今回最後、ようやく動き出します。ようやく起動するんですが、どこ起動するかって言ったら、目です。めちゃくちゃ瞬きします。こんなに瞬きする幽霊見たことあるっていうぐらい、めちゃくちゃ目しばしばしてます。 すんごい、すごいスピードで目パチクリパチクリするんで、これね、申し訳ないけど、笑っちゃいます。かなり滑稽ですね。口頭無形さは凄まじくて、結構、その目パチクリさえしなければ、なかなか気持ち悪い、人相悪い見た目の幽霊が出てきて、おっとは思うんですが、その目のパチクリの瞬間に急に、プップップッププっていう風にみんな、はっきりと4文字プー言うと思います。4回ーって言うと思います。それぐらい、あの、へんてこです。 はい。ということで、まあ、心霊闇動画71見終わったんですが、今回だいぶコメディタッチというか、うん、だいぶふざけてるなっていう感じの映像が多くて、まあ、チャップリンも出てるしねだ。哀愁と笑いみたいな。そういった泣いて笑いて、泣いて笑ってみたいな、そういう感じの気持ちがあればいいのかなと思いつつ、まあ、胸に抱きしめて、うん、あの、病院行ってきます。うん、返答せ直したいんで病院、病院で薬もらってきます、今から。